よし。おはようございます。練習場到着しました。練習行ってきます。お疲れ様です。練習終わりました。帰ります。今日は熊本の和水町にある、日の本豚に来てます。日の本豚は肉の佐伯というお店から出されている豚のことで、肥料からとてもこだわっていて、すごく脂がさっぱりしてて美味しいお肉になってて、いつも豚肉はここで買わせてもらってます。それでは行ってきます。今から初動負荷トレーニング行ってきたいと思います。はい、クラブハウス到着しました。練習行ってきます。お疲れ様です。練習終わりました。今から帰ります。バイバイ高大くん。今、お昼ご飯食べ終わって、今少しだけ、20分ほどですかね、仮眠してて、で今からジムに行ってトレーニングしたいと思います。今日も初動負荷トレーニングに、行きます。すごく初動負荷トレーニング始めて、まあ3回目くらいですけど、行き始めてですけど、まあ、結構股関節周りの柔軟性も少しずつ出てきて、まあ、体もだんだん動けてきている感覚があるんで、ちょっと継続して、やっていきたいと思います。初動負荷トレーニング行ってきます。今英語の勉強終わりました。今からお風呂に浸かって、ストレッチして寝ます。それではまた明日。おやすみなさい。